吉谷さん、バカの一つ覚えとは言いますが、お互いこの一つ覚えに本当に覚えてますね。覚えがありますね。 YouTube 1万本2万本とね、確かに情報商材売ってる人とかで怪しいなと思われる業界じゃないですか。いや、怪しいですかね、ここまでやってて。相当な頑張りだと思いますよ。まあ頑張ってる意識ないですけどね、楽しくやってるんで。まあでも結局その自分がね、人にどんな動機づけができるかな、どんな背中を押せるかなっていうのをあらゆる角度でやっているっていうところではすごく凡事徹底だと思いますよね。あの、はっきり言ってね、その動画の編集で盛り付けて、でプロダクトローンチで人の気持ちに隙間を作って、そこに、はい、30万です、50万です、あと3日ですみたいなね、あと2日ですとかね、今特典つけます、プレゼントは動画バン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 みたいなね、そんなんで気持ちを盛り上げて、あのモチベーション上げて購入ボタンを押させるってものではないですから、どちらかというとすごく緩やかにやってね、でじわじわといくと、しかも繰り返し繰り返しずっと動画を見てくださってる人がやっと購入にたどり着くっていう形ですから、人によっては半年前から見てたんですけども、2年ほど前から動画の方を拝見させていただきましたみたいなね、そのね、数ヶ月単位とか数年単位で無料コンテンツずっと見ていただいてね、お互いそれでやっと申し込みに来たよみたいな、そういう方とやってるわけですから、やっぱり信頼されると思うんですよ。でしかも今まで半年間とかね、2年間とかずっと動画を見ていたってことは、それ以上にこちら側として発信してるわけじゃないですか。そういう人がいきなりアカウント消えますかってことですよね。いきなり活動やめますかってことなんですよ。やっぱりずっとやってきたことっていうのはこれからもやるだろうって信頼っていうのが、そういう構図ができると思うんですよ。その南の帝王じゃない銀行口座の例もそうですけども、毎日1000円積み立てていったら、やっぱね、それなりに信用つきますよね。ということでね、一つ私がね、例を申し上げます。前回も話したかな、生活保護の方が毎日家の前を掃除することによって長い時間を積み上げてですね、そこら辺いつも家の前を歩く人との信頼関係を作ってビジネスを成功させたっていう例ですけども、これね、あの私がね、あのコンサルをした実際の店舗ビジネスを始めた人にも言えることで、店舗を出しました、でも広告のお金がありませんって人に、最初のお客さんをどうやって掴むかっていうアドバイスをいただいた時に、毎日家の、あ、じゃあその店の前を掃除してくださいってお話したんですよ。で、その関係あるんですかって言うから、まあまあやってみてくださいよって感じで掃除させたんですよね。最初はそのほうきとね、ちりとりでそのダイソーのやつをこうやってやってたらしいんですよ。でももう掃除なんてそんなに汚れてないからすぐ終わっちゃったらしいんですよ。でそれを聞いてね、違うんです、掃除はもうやってるフリでいいんで、最低オープンまでの1時間やってください、なんならお客さん来ないんだったら店内暇でしょ、店内を掃除するんじゃないと、実はお客さんが店に入るまでは店の外を掃除するんだよ、お客さんに見せるんだよってことなんですよ。そうすることによってやっぱりね、交流が生まれたらしいんですよ。おはようございますみたいなところからね、何屋さんですかってことで、あ、これパスタやってるんですよとか、ドリンクもありますんで持ち帰りもやってますみたいな感じで会話の糸口が開けるんですよね。それが広告なんですよ。でその方はお客さんが入った時には今度はね、店内の掃除をするようになったんですよ。といっても埃が立つようなやつとかダメですから、やっぱりね、グラスを拭くとかね、テーブルを拭くとかみたいな掃除になってきますけどね。でもそういう姿を見て安心してお客さんはゆっくりと注文もできるし、食事も楽しめるってことになります。それがその店の印象、顔になるんですよね。残念ながらでもちょっと時間がね、かかりすぎてその店はなくなってしまいましたけども、さすがにその集客の方法とは間違ってなかったんですけども、やっぱり実店舗っていうのはね、コストが追いかけてきますからね。だからゆっくり掃除していけば、それはね、1ヶ月も掃除すれば、その掃除をきっかけにお客さんの1人とか2人とか掴めるんですけども、とても店舗のコストを賄えるほどじゃないんでね。ただネットってそれができるじゃないですか。毎日毎日動画を作っていって、再生回数が増えて、チャンネル登録増えて、ファンの方が増えていってですね、そして1年後にセールスをしても別にいいわけですよね。速稼塾なんて1年に1回のセールスですからね。1年に1回のセールスなんですけども、1年中売れるという、ね、まあこの3月だけでももうすでにね、十何本か売れてますからね、速稼塾おかげさまで。別にセールスなんて1回もしてないでしょ。でも速稼塾があるよってことは会話の節々に出てきてますから、そう考えると億万長者合宿に参加した方っていうのはもうね、見てないと思うんですよ、この動画で。も自分の商売をやりたい、自分の売り上げを作りたいと思って参加したのにね、あの合宿中に対談動画をやった時に誰一人商品持ってなかったですよね。だから何しに来てんのかなというところもありましたし、それに懲りて
そっから新しいスタートしてくれるかなと思ったんですけども、今どうなってるのかなってことですよね。まあコツコツと続けるしか信用を作る方法はないと思います。それはね、銀行からお金を借りる方法とかも多分一緒ですよ。いきなり来た人に誰も貸しませんよね。相当なバックボーンや書類があってもなかなか貸さないと思いますけども、人っていうのは100回見た顔にはね、すごく警戒心を解くんでしょうね。これをザイオンス効果って呼ぶらしいです。ザイオンス効果っていうのは、会えば会うほどその人のことが好きになる、要するに信用するってことですよ。まあですんで、私は吉谷さんみたいに動画をどんどん出すっていうのもザイオンス効果を狙った戦略の一つとも言えるんじゃないですかね。ということで今回はザイオンス効果ということでタイトル付けさせてもらいます。いってらっしゃい。